はい、それでは佐渡の夕べ、丘みどりさん、練習していきますね。ちょっと高くて声まっつぐって感じですけれども、大人世代の女性の方はキー3つぐらい下げて歌うとちょうどいいかもです。もっと下げてもいいです。ではいきます。1、2、1、3。荒海にあの人の出だしが難しいかもしれませんがね、1、2、1、3、うん、あっと出ますね。うん、割とこの感じはちょっと苦手だなっていう方がいると思いますけれども、まあ丘みどりさんのお手本もよく聞いてね、1、2、3、うん、まあ他の数え方でもいいんですよ。すっちゃかちゃんのちゃんちゃんちゃんあらとかね、自分で取りやすい合いの手をカラオケ聞きながら決めてあげるというのもいい作戦だと思いますね。何にもない白身のところ、空白のところ待っているとなかなか数えられなくなってしまいます。数えても自分が早くなったりしますので、すっちゃかちゃんのちゃっちゃかちゃんあらね、自分だけの合いの手入れてあげてくださいね。で、音の上下が激しいですから、上の音ばかりに取られない、気を取られないで、下のあこの音、ね、どうしても高い音だと上出そう上出そうって意識ばっかりで下がおろそかになりますので、ちゃんと天井にも手を伸ばすけど床もタッチするよ。で、床をタッチする方が確実にやりやすいですから、あら海にあの人のね、天井か床かね、床タッチは絶対外さないよという感じ。そうすると天井タッチがちょっと届かなくっても結構大丈夫になっちゃったりとかしますから、船じゃなくて船が消えて、そうすると抑揚も自然にいい抑揚がついてきますね。下にタッチって床にタッチを重点的に、で出たら上ラッキーだなぐらいに思っててくださいね。蓋とせ見通せとね、ここもそう、上に行くのに力使おうとする気持ちが大きくなりすぎると見通せとってなって、ちょっとのね、なんかこうデクノボみたいな歌い方になりますから気をつけて、下が肝心ですよね。はい、次。今年も浜辺にしまき今日ね、淡々と歌いましょう。咲いても迎えの、ここからなんか起こるぞって感じですけども、ここの部分までは我慢してね、気持ちちょっと抑えといてクールに歌ってください。で、一気にダム放流、うん、海はない、ここで一気です。一気だから勢いザッパーンって感じて、おおすごいっていう風になりますので、今年もってここから気負わないようにしましょうね。歌のこう何でしょう、歌い方トーンを変えていくときにコントラスト対比はとても大切です。さっきまでのコーナーと全然色が違うじゃん、感じが違うじゃんというね、落差が大きい方が、表現力のある、歌になりますからね、スケールの感が出てきますのでね、ぜひ安全策で全部真ん中取らないで、大胆にね、白黒赤白みたいな感じでね、色分けしっかり表現を変えてあげてください。さあ、ダム放流しました。踏みはないの後もまだ燃えてます、放流中。街は見る、ここも街、床タッチ忘れない、ち街は見る、切なさを、この辺からちょっと弱気が入ってダム放流、いやメイっていう感じになります。後半、佐渡の佐渡の夕べ、佐渡の2回
並んでますから、2回目の方がちょっと気持ち濃ゆくします。最後、届けてほしい。また来ました、この低い高い攻撃が。ゆかたち、届けて。そうするとこの字が弱くても、どの字が弱くても、届けてでも歌って成立します。逆だとダメ。届けて、わー聞きたくないってなりますので、ゆかたち重心で言ってくださいね。さあ、それでは、1番通してピアノで佐渡の夕笛歌ってみましょう。いくよ。1、2、3、荒海にあの人の船が消えて、ふたとせみとせと過ぎてゆく。今年も浜辺にしまき低いとこ、床タッチ忘れないでね、タッチした余力で弾んで登るぐらいのつもりで歌ってね、高音に意識を取られすぎないように歌ってください。というわけで、ようこそ演歌の森の番組も見てね。佐渡の夕笛のポイントレッスンでした。下げてもいいよ、普通の大人の女性の方マイナス3ぐらいでいいですからね。じゃあまたねー。